聖帝寺は、茨城県小賀市大手町にある浄土宗の寺院。正式には、三号を、昭昭山、陰号を宝地院、次号を、聖帝寺という。三号は、別名、李、勝山とも呼ばれる。江戸時代の寛永十年、幕府大老を務めた小賀城主、土井都勝が、海岸、東保ま玄哲鉄が、海山にあたり、土井家歴代の母大寺となった。 小賀城関音寺ぐるの堀を挟んだ北側に隣接し、追手門に近い武家地に立地していた。小賀氏に引用されている当時の略演儀によれば、解散に当たった玄鉄は、江戸の増上寺十三世、黒和山上人の弟子で、大和国出身。小賀氏も大野にある同盟の、聖帝寺四十一世だったが、都市活の招きに応じて城下にこの寺を解散。両寺ともに、 土池の母大寺として保護された。土池墓所は東京、浅草の西岸寺にあったが、関東大震災の復興工事に伴って立ち退きが必要となり、昭和2年、制定寺に移転、改装。平成2年には、増上寺内の安連舎にあった、都市活の墓碑も移されている。境内面積は3700平方メートル。本堂は2階消失しており、 現在の本堂は1832年4月21日、11代、古賀城主である、ドイリーによって再興された。本堂の他に、赤門、黒門、主老堂のほか、春日局が徳川家光より配領し、堀田正都氏が譲り受けたと伝わる、海運弁女店などを収めた、弁天堂、稲荷堂、場所塚、徳川悦綱の聖母、お楽の方の墓もある。 赤門は、八代、土井都志里が1775年に建立。黒門は、東京の土井邸から1933年に移築されたものである。本尊の阿弥陀如来像が安置されるほか、観音菩薩像、聖子菩薩像、禅道大師像、法然承人像がある。境内には、弁天堂があり、毎年1月に開催される七千歩で歩ける古川。 7福神巡りコースの一部になっている。ありがとうございます。